ありますから。あ、まあまあまあ。タコの親。まあまあじゃないですか。はい、どうですか。どうですか。見てみましょう。はい。どうぞ。もう、まあまあ。あまりはありそうですね。うん、高い高いやすいはちょっと置いといてもね。ハグポンして。まあ、1500連チャンとかはできそうかな。堀も良いな。いいですね。堀さんは上がればいい人ですよね。ああ、で、金は染めたいか、また。田の内は、田の内は、あ、金の方がまだ上なの。え、違う？あれ？いや、堀さん3万点いってるはずだから、これは、ね、あの、点数が反映されてませんね。はい、はい、もうそろ変わると思います。さあ、キムどうします？染める手なのかと思いきやカンチーピンが入った。ただキムはそうか、もう点差的にも2700点差なので、うん、まあなんかリーチとかとりあえず打てば、うん、最悪裏一条件。何を間違えてんだろうな。なんなら田之内さんの点数も違いますね。田之内さんと堀さんの点数が違う。堀さんが307で、うん、田之内さんは22,222だから、うん、まあ、とりあえず田の内が仕掛けていきました。初をポンして、はい、田の内はこうなってくると、まず4着に落ちないこと。まあそうですね、うん、最悪ラス回避1000点も視野に入れつつ、うん、道中で白昼重なったら満貫でトップなれるぞみたいな、うん、さあウーソワンコはキム。さあここでタコから白のポンが入って、これはちょっと時間がないぞと。はい、はい、あ、表示直りましたね、はい、よかったよかった。さあそして C1 難しい。堀ね、悪くないんですけど愚形がちょっと残ってるんでね、はい、スーソポン、はい、忙しいね、はい、さあこれでイーシャンテンなんですが、何を先に切るか。チーソーを先に切りました。うん、チーソー残しとくと一応ドラーを使える未来があったんですが、パソビキもね、うん、やっぱりここはちょっと安全度も見たか。キムさんも一応イーシャンテンか。はい、キムさんは26は届かないんですよね。うん、うん、さあ田之内ペイを引いてきて、一応ピンズのね本位置とかも、うん、あ、テパイだ、じゃあウッピン一回上がってつなげましょう。さあ4本ピンは結構強そうじゃない。はい、残り山に4枚ありますね。強いですね、はい、とりあえず、うん、上がるだけならばできそうで、ただね、いつまでもこの1500アタックってできないんですよ、うん、これキムはヤンウーピン触れていくパターンもあるのか。 あるけど、イーシャンテンは取りたいから。でもドラドラなんですね、球速がドラなんで、パスを切るかまっすぐまっすぐローワン打っていいものかどうかの視野ですね。でもリーチドラ1で足りてるんですよね別に。いや足りないでしょ、2600は出どこによっては100点下になっちゃうから。ああそうか、うん、ダメか。じゃあやっぱドラドラ残したい、はい、ドラドラ残しつつローアも使い切って安全にペッペでいきたいのかな。うん、ダイレクトテンパイはもうそのままリーチで。なるほど、なんだ、ナンナンは何も関係ないか。でもウーワンくっつくとやっぱり依然ドラドラゆえにランピンは危ないってことですよね、はい、ああランピン切るかペイ切るかはちょっと分かんないです、うん、ペイ1枚切れなんで、やっぱもう1枚次パッて打たれたらドラしかなくなっちゃうから弱いんですよね。ピンズのあの形ってウーピン引けば3面ちゃん変化するし、ああそして堀が両腕切れてテンパった。貫禄腕、貫禄腕これどうします？リーチとか逆なし。貫禄腕か、悪くはない、嬉しい変化。9腕が3枚見えてて6球腕はあんまり意味がない。でほぼ全員前に出てくる。リーチ棒を出すとキムさんが1000点はダメか。でも一応キムさんの条件緩和にもつながってしまう。あとドラの急走見えてないんでタコーさんに打ちたくないんですよね、はい、ゴッパーとか言われたら本当致命傷ですから。うん、なんだなんだ。ああ、うわー、煮詰まってきましたね。うん、誰がドラ持ってるかちょっと判断しにくいからな。あ、これで急走タコさん切るじゃないですか、はい、5% 率下がったかな、ちょっと。うん、分かんないけどね、ドラヘッドラーメンだったらドラ切るんで、はい、いやでも分かんないな、1万2000にするかもしれないけど今ノータイムだったから1500っぽい気がする。なるほど、うん、ここはやっぱりその対人ゲーム、はい、ネットマージャンと違ってこう人と打ってるってことで、うん、こういう合間とかも情報に入ってくると、うん、でゴッパーだったらこれもう両面ですよね。カンチャンだったらカンチャンターツのゴッパーテンパイだったら短期のワンツーにするんで。これはイソアンコ
変えるか。変えられる？チーマン危ないんですよね。ウーワンは中筋けど選べないですね。まあ、ひょっこりつもあればいいよと、うん、ローワンションパイですよね、うん、サクッと積もることはありそうなんで、ローワンは山に残り1枚あるんでちょっとひょっこりつもね可能性は薄いんですが、あとはピンフなどの変化が起これば、田中さんは全然引かないです、ね、はい、さあどうだ、堀さんこれリャンピン、ああリャンワンか、うん、堀さんこれリャンピン打っちゃうな、テンパイは偉いんで、しかもドラを切ったっていうのも大きいですね、そう大きいです、うん、1500なら一応まだトップ目なんで、うん、さあ田之内、うーん田之内もね、金沢もきつい、結構もう一曲でいいかなになりそうではある、うん、さあどうだ、あと1個、うん、ピンはいける、キムさんも全然くっつかないですね、確かに、うん、ドラドラあるからね、なんとかしたいんですけど、これだってもう今イーシャンテンですからね、チャンスなんですけど、さあ田之内シャアがアンコ、うん、進んだ初本一の5200ならいいけど、スーワンローワン2個がきつい、テンパイ量は欲しいからイーピンかペイにしそうかな、イスピン通ってませんか、じゃあペイかな、ペイってアンパイで一切れ、ただ自分の風かペイ重なったらそこから改めて本一とかもあるけど、一品が危ない、難しいですねこれ、スーワンローワンも全然無筋だから、あーローワンいった、あーいった、迷いを断ちましたねこれは、で三ワンはつもぎり、うんうんうん、さあなんだマンズだぞ、あチーワンはどうなの、役割テンパイ、そうこれチーワンねだいぶ危ないんですよ、うん、でも今通った三腕ローワンがロンって言えるようになりました、はい、言えるようになった、勝負するならここか、そうですね、そんな気がしますけどね、一応、はい、E1 切りとかで、まあ、回ることはできますよ、E層も打てるし、わあこれ難しい、この点数状況がまた微妙です、悩ましいね、仮になんか1500とかだったとしても打ちたくないし、うもうさオーラス何の上がりでも良い人が出てきちゃいますもんね、そうなんですよ、回るあるな、ああ E1 だ、あ安全にね、うん、そりゃチーマン切りたいよいやもう偉くない、ここで E1 選べなくないですか、いやもうテンパイだから行っちゃえって、うん、でこれはあスーワンを打たない、やっぱスチーワンは本命だからだ、うん、ローワン、うん、これでローワン切るけど、まあ、ローワンこれ上がり逃しに、いやチーだ、あーでイーソイーソで安全にテンパイ量にしましたね、なるほど面白いな、白い、ね、まあ、これもちゃんと最初からあれを切る時点で決めていたってことですよね、うん、そうですね、はい、上がり逃しかもしれないけど、でもそれ以上にチーワンが危なすぎたってことですね、うん、これこうなると、はい、ちょっとだけ数腕切りやすくなってます？ん？誰がですか？あ、田之内ですね。ああ、田之内さんのチーワンはもう今これでチーワンテロス入ったんで通りますね。はい、そうそう、田之内が一数腕さすがに出てこないんで、はい、本一いけますねこれは。はい、E ピンとか、まあ両ピンとか。待って、缶ですよ。あ、ウーソーのアンカンシンドラはウーワン。ウーワン、タコを乗りました。タコ乗った、うん、タコ嬉しいですね、嬉しい、この日給地味に大きい、さあなんだ9ピン、これでピンズの受けが広がってペーペーでいけると、田之内さんも間に合うか、間に合うのか、あーテンパイだ、カンニャッピン、うわおもろ、うん、で5に上がると、5に上がると、うんうんうん、出どこによっては変わんない可能性もあるか、うん、あそう、掘りが、え、これヤンピンですけど役ないんで、これはいやそうですか、リャンピン大丈夫ですか、まあ打たないですね、タコさんにそもそもリャンウーピン危ないんで、スッチーマン通った以上、はい、もうリャン面がリャンウーピンなんですよ、これこれカンチーピンにもできますか、え何だ、田之内さん今パーピン引きです、あー比較か、イーピン切るかパーピン切るか、あーなるほど、難しいですね、ただイーピンは場に今、うんうんうん、放たれてるんですよね、ションパイと1枚切れで、自分の目からパーピンが3枚見えてる、使いづらさで、うん、そうっすね、ヤンウーピンもたれはあるけど、タコにはどっちも通ってたんですね、はい、ウーワンシンドラ、いやでも行くっきゃねえだろうと、まあ行きますよね、そうですね、はい、どどみちラスなんで、
伏せられない。さあ E1、 あこれ、はい、あ違うか、何でもないです。一通つくのかなと思って、キムさん貼るのかどうか。あー確かに、あれチーマンじゃない、これチーマンだ。でリャンウピ打てないから、これ換算ピンでリーチじゃないですか。リーチですかね。ローピン打つか、うん、キューピン打つかですか。あとはうんうんうん、でも、まあ、キューピン打ちました。さあリーチありました、間違いなく。うわー3ピン1枚いる。うわいるんだ、山一。はい、で田中さんのチーピンも、あでもこれチーピンないで、チーソーは通る、打てる。これウーソーにアンカンが入ってて、あーでスーソーが場に、そうですね、じゃあ全然打てる、はい、全然打てる。9番これはね、いやでももうこれ今もう4着目だからね、気持ちの整理というかだけな気がしますが、回れるルートあんのかないよねっつって、あと1回しかない、1回もない、1回もないのか。はい、さあこれで堀もテンパイ継続、継続。さあ一発回るか、3ピン1個いる、うわー急走、急走か待って、田之内の上がりさんはいやチーピンないんですよ、もうあ両ピンだったら上がれてた、なんと、意地悪。これ何がいいの、今シャー切ってカンチーピン続行ですね、うわ全員テンパイだ、究極濃厚ですね。いやこれ妖怪、こんな未来があるのか、田中さん 2V1 だったか、ハイテイツモで漫画があったんだ、うわ面白。バージョンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録、高評価、コメント、 Twitter のフォローなどお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。